加藤民吉造用神神社は愛知県瀬戸市にある神社。もともとは瀬戸に磁期の製法を伝えた加藤民吉の請願によって文政7年に置かれた要配書でご神体は民吉が所有していた菅原長近の筆による三上の掛け軸であった。また文政9年には民吉を丸用神として合祀し、この頃に鎌神社と解消したと推定されている。 1907年と1922年に改築。大正時代の改築では、東祖、加藤影正を祀る、東美古社の旧社殿を移築したが、1925年5月20日に、放火によって消失している。放火班は、加藤家縁子の人物で、各地で祀られる東祖の施設に比べて鎌神社が、見劣りし、亡くなれば建て替えられるであろうと期待してのものであったと、いう。 しかし大正から昭和初期にかけては、瀬戸洋業が不振で建て替え費用が賄えず、ようやく社殿の再建が行われたのは1964年になってからであった。丸用を模したコンクリート製の建物の中に、檜造作りの祠を祀る独特な形状は、当時の瀬戸市長、加藤明の発案によるものであるという。また、社殿の背後には、東土、傾斜の採掘場が広がる。 加藤研究士の調査をもとにして1937年に混流された銅像。民吉が時期に関わるきっかけとなった、塚根種臣と養子師小七を検証する石碑で、1938年に混流された。1959年に民吉の修行に協力した天中和尚がいた天草の東向寺海山300年を記念して、 送った、民吉王の日の返礼として、1962年に送られた飲み水資源を記した石碑。民吉の九州域を後押しし、瀬戸漁業復興に尽力した四代、加藤藤左衛門を検証する石碑。1986年に混流されたが、その後損傷したため、1998年に愛知県陶磁器工業共同組合によって、改めて混流されたもの。 石碑の記号は6代、民吉の手による。民吉がサザを退去するにあたり記念に杉を植えたと言い伝えられており、現在もサザ町に斬新の杉として現存している。この枝を挿し木、育成して2007年に植樹したもの。ありがとうございます。